皆さんこんにちは。 Chromebook が学校に届いて皆さんの手元にも届いていますでしょうか。手元に配られて説明はされたけれども、どうしていいのかさっぱりわからんよという方もいらっしゃると思います。ということで、今回の動画ではアカウントはもらってログインまではできるようになったという方を対象に、アプリの起動の仕方を説明しましょう。初めて Chromebook を使うという方は Windows や Mac との違いに戸惑うと思います。私もそうでした。最初何をどうしていいかさっぱりわからんかったです。とりあえずはアプリの呼び出し方を覚えていただけると良いと思います。 Chromebook では基本的にブラウザ上で作業をこなしますので、ブラウザを起動させることができればまずは第一段階 OK だと思います。以前の動画で紹介しましたが、コントロールキーを押しながら N を押すことでブラウザが起動できます。やってみましょう。開きましたね。 Chromebook はブラウザ上で作業することが多いので、ブラウザさえ起動できれば文章を作るとかプレゼンの資料を作るとかできることが増えてくるでしょう。次のようにするとブラウザ上で文章を開くことができます。新規で起動したブラウザは URL を入力受付する状態になっていますので、キーボードから英語で documents.google.com という URL を入力します。もし文字入力が受け付けられないという時には、アドレス欄が選択されていないのでオルタネートキーを押しながら D を押します。これで URL に入力ができるようになります。英語で入力するにはスペースキーの左にある英数キーを押すことで英語入力モードに切り替わりますね。すでに何度かドキュメントを使っている人ならば、何文字か入力した段階で予測入力されると思います。あとはエンターキーを押すだけですね。仕事が終わってウィンドウを閉じたいときにはコントロールキーを押しながら W です。とりあえずこれでブラウザを起動してドキュメントを開く、閉じるなどができるようになりましたが、実はもっと簡単にドキュメントやいろいろなアプリを起動する方法があるのでご紹介します。これは Chromebook ならではのキーを使うんです。それは検索キーです。サーチキーとも呼ばれているようですね。虫眼鏡のアイコンのついているキーです。これ何に使うの？という方もいらっしゃると思いますが、このキーはショートカットキーの一部として使うこともあるのですが、本来は検索したりアプリを探すときに使うキーです。検索キーを一度だけ押すと検索画面のような空欄が出てきます。ここに何かキーワードを入れると検索してくれるんです。例えば今日の天気なんて入力すればその土地の天気を教えてくれます。ドキュメントとカタカナで入力すれば Google ドキュメントを開いてくれます。カタカナで YouTubeと入力すると YouTube について検索した結果を表示してくれますが、英語で YouTube と入力すると YouTube のアプリを起動してくれます。インストールされているアプリの一覧を見たいときにもこの検索キーを使います。シフトキーを押しながら検索キーを押してみましょう。
インストールされているアプリの一覧が表示されます。検索キーをもう一度押すと元の画面に戻ります。これを覚えておくだけでもかなり使いやすくなるはずです。どこに何があるか探さなくてもアプリ名で起動できるのは、まあ整理整頓が苦手な僕でも名前を呼んだら出てきてくれるようなものなので大変便利です。それぞれのアプリの使い方についてはまた別な機会でお話ししましょう。それでは楽しい Google ライフを送ってください。また動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ごきげんよう。